この後8時からはウェザーニュースライブサンシャインとなります。では早速ですが、ここから続いてのキャスターさんをお呼びしていきましょう。今日のサンシャイン担当は白井ゆかりキャスターです。よろしくお願いいたします。おはようございます。この後8時からウェザーニュースライブサンシャインを担当いたします、白井ゆかりです。今日また週明けのお天気、この後どのようになっていくのか、皆さんと一緒に空もじっくり眺めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。今日は、夜にアイリンさんが au ペイマーケットライブ TV に出演されるということで、7時台このテンションが上がることについてお話ししたんですけど、ゆかりさん何かありますか？でも昨日テンション上がったのは、クリスマスマーケットに行ったというか、たまたま遭遇した。やってきた。そう、遭遇。クリスマスマーケット側がもうやってきた。やってきてくれた。そう。そう。行ったらたまたまやってたっていう状況だったんですけど、やっぱテンション上がるよね。わかります。ね、思わぬところで、あ、クリスマス、あ、来てるじゃんみたいなのを実感できたので、外だったので少し寒かったんですけど、みんなのにぎわいと、あとあの美味しそうなソーセージとか飲み物とか、あ、テンション上がりましたね。最近やっぱり増えてますよね。あ、そうだよね。いろんなところで週末となると、イベントも行われてますよね。なんか都内でマーケット、多分何かグッズ買われたんだろうなっていう紙袋を、同じ袋を何名の方が持ってらっしゃって、なんだこれはと思って、なんかこうその変人じゃないぐらいには近寄って文字を見たんですよ、紙袋。そしたらこうクリスマスマーケット2024とか書いてあって、あ、近くでやってるんだなってそう思ってて、私もあの、先日月の頭ぐらいに神戸に帰ってたんですけど、もうやってて、あら、そう、そうなんです。早いね。すごい早くて、まあ、でもハロウィン終わったらもうね、切り替え早いもんね。そうなんですよ。だからそれも私も目的で行ったわけじゃなくて、あ、そうです、やってきてくれた。そう、やってきてくれた。あのロープウェイで上がってで、なんかこう綺麗な景色見られたらいいなと思って、母親と祖母と3人でロープウェイにこう乗ったら、どんどんこう光が見えてきて、イルミネーションとかもやってるってこと？ツリーがたくさんあって、中にフードとかグッズとかも売っていたので、もうやってるんだなと、その時11月ですけど、なんかもう早くももう満足しちゃって。でもあれだよね、当日を迎えるまでが一番こうワクワクするというか、テンションが上がるじゃない。そうです、ね、近づいてくれば来るほど寂しさが私は結構増してくる感じがするのよね。当日とか結構もう寂しい。あ、終わっちゃうみたいな。あ、でも確かに私も、なんかこれまでクリスマス、去年、一昨年とかもお仕事してたので、なんかもう気がついた、みんな楽しそうみたいな。そうだよね。でさ、終わった瞬間にラッピングとかさ、あの業者の人が思いっきり剥がしてるのとか見ると、はぁみたいな、終わっちゃったみたいな。確かに。そうなるのかもしれないです。次お正月に変わるからまたテンションちょっと上がるんだけどね。そうですね。そうなんだよね。いや、ぜひ皆さんのテーマもお聞きできればなと思います。番組もぜひね、あの配信の方もご参加ください。はい。そして今日はもうなんといっても晴れ晴れ晴れということで、朝も朝日や朝焼け注目していったんですけれども、その分冷え込んでいたということで、名古屋も今季最低の気温を昨日について更新と、なりました。本当これもね、ロクシタン。わかります？わかるかも。このなんか丸い美容液があるんですけど、はい、美容液。そうなんです、私もずっとこればっかり言ってすみません、もう本当に。これシルエットがってこと、色合いがってこと？色なんです。あ、そうなんだ。私さっきさ、リエナちゃんがあの見てたもう一個木のやつ、はい、もうロクシタンっぽいなってそれ思った。あ、本当ですか。うん、なんかあの、ね、マークが木のマークだもんね。そうなんですよ。それも思ったよ。あ、これ。あ、この色ね。
え、綺麗だね、この色も。綺麗で素敵。多く超えたリポートもお寄せいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。モーニングの3時間でも雨や雪の報告、うん、徐々に少なくなってきているなという実感もありましたが、うん、はい、ここからまたさらに天気回復するところも増えそうですね。そうですね、またこの後晴れるエリアは増えてくる予想となっております。昼間は日差しのぬくもりも今日は感じられそうですし、はい、明日また天気崩れてしまうので、今日届く日差しをね、うん、ぜひ有効に活用していただいて、お洗濯物を1回や2回3回と回していただきたいなというようなそんな空模様になりそうですので、サンシャインですしね、しっかりお洗濯情報も合わせてお伝えしていきたいと思います。はい、ではこの後よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、ここまでウェザーニュースライブモーニング、お付き合いいただきありがとうございます。今後の最新の気象情報もぜひアプリやウェザーニュースライブ、こちらの番組からご覧ください。それでは皆さん、今日もいい笑顔で素敵な一日をお過ごしください。気をつけていってらっしゃい。この後11時からはウェザーニュースライブコーヒータイムをお届けしていきます。今日のコーヒータイム担当は松雪彩香キャスターです。よろしくお願いします。こんにちは。この後11時からのウェザーニュースライブコーヒータイムを担当します松雪彩香です。今日は高気圧に覆われてほとんどの地域で晴れております。一部崩れているところもありますので、そのあたりお伝えしていきます。はい、よろしくお願いします。晴れ地だね。今日晴れ地なんです、ね、もう力をちょっと存分に抑えてもらって、うん、出してない出してない出してない、いつもそのつもりないんだけど。あ、そうなんだ。今日なんか、うん、さっきこの後コーヒータイムへの誘導コメント、うん、あの YouTube で出るやつに、うん、今日は晴れ地よって書いて、はい、誰だ書いたのどのスタッフさんが書いたんだって言って番組前から気になってた曇りじゃないよって。そう、今日は晴れ地よ晴れ地やもうね、分かってるんです。どのスタッフさんか分かってるんです。誰ですか。うーん、誰、うん、見つけてます私は、はい、本当にちょっと後で教えてもらっていい、はい、いいじゃないの、晴れ地だから、ね、そうね、心穏やかに行きましょう。確かにね、うん、今日はいい笑顔の日ですから。あ、そうなの。そうだよ、いい11月でいい、あ、25でニコニコの日か。あ、ニコニコ笑顔の日ですので、ね、うんうん、週明け月曜日はね、なかなか気分が上がらない方もいらっしゃると思いますが、うん、ね、気分を上げて笑顔でお過ごしいただきたいと思います、うん、はい、そんな中、うん、見上げればこんな素敵なものがという、ね、うん、リポートがあります。ご覧ください、はい、どうぞ。じゃじゃーん何これ、大根すごくない、大根だ、大根がもう立派に忘れてます。干し始めでございます。一瞬なんかすだれかなとか思ったんだけどこんな携帯はなかなかない。でさ、私ずっとこの写真見てるとさ、なんか大根浮かび上がってるように見えない、なんか飛び出てきそうに見えない 3D っぽく見えてきちゃってなんかあって確かに陰影の問題かな、なんかなんなんだろうね。大根の方がやっぱり主役感出てるじゃん、うん、出てる、ね、そう、あ、見えるから、コントラストがすごい強いのかな、何なんだろう、すごい、ね、トリックアートみたいに浮かび上がって見えるんですよ、ね、うん、それ飛び出してる、そう、大根が飛び出してるように見える、見える見える。確かに 3D の需要はなさそうなリポートなんですけど、まあ、分かんないよ、どうしても大根が 3D で見たいって人も、うん中にはいるかもしれないから今日はどうしよう今日マニアックだね、そうだねいやでもね、今日いろんなもの干されてて、大根はじめ、うん、椎茸とか、あーね、うん、これから椎茸年始とかも使う人きっと多いだろうし ね、そうだよね、うん、お正月料理とかでもね、うんうんうん、あるしね、そうか、果物もあ干されてたって、うん、だからやっぱあれだよ、晴れてそうだね、乾燥してるから、乾燥すごいしてる、そう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 、乾かしたくなるんじゃないなんか家に乾かすものないから、これいくか大根いくかそんなある、たまたま家にたまたま家にこれだけ大根の在庫抱えてることまずないと思うもう今日狙ってたよね絶対ね
予報見て、そうそう、晴れ一発だ、そうそう、25日しかない、勝っとこ勝っとこ行くさ今だ、明日は取り込まないと、そうそうそうちょっともう室内に移動した方がいいかもしれない、ね、部屋干し大根にしたもんなやめて、部屋干しアイコンみたいになってる、大根がアイコンみたいに聞こえるから本当だねアイコン大根になってたらびっくりするよみんな、部屋干し大根ですね、見たことないぞ部屋で匂うのかな、どうなんだろうね、どうなんだろう、まあ、大根も香りはあるもんね、若干するもんね、うん、するするする、うん、部屋干しマスターへの道干すこれをしますあ、新コーナー始まるか、始まるかもね、うんこんな感じで、はいはい、ちょっと穏やかな空もご覧いただきつつ、はい、サンシャインをお送りしていきましたけれども、はい、この後コーヒータイムは、まあ、お昼間の時間と今後ね午後の時間帯にかけての空変化ということになりそうですね、はい、そうですね、はい、このままあの大根日和、大根日和とちょっと違うか大根干し日和、うんそうだね、というところがね、うん、多くなるんですけれども、はい、一部北海道空知地方ですとか上川地方、うん、雪も残りやすいですし、夕方以降ちょっと雲が出そうな地域などもありますので、しっかりお伝えしていきます。はい、ではコーヒータイム、はい、この後もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ここまでウェザーニュースライブサンシャインをお送りしていきました。今日は朝からよく晴れた地域、朝焼け朝日から始まり、綺麗な青空までお届けすることができました。皆さん、この後もぜひ日差し存分に活用しながらお過ごしください。それでは素敵な月曜日を。担当キャスターさんとクロストークしていきましょう。この後は大島リノンキャスターです。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。この後14時からウェザーニュースライブアフタヌーンを担当します、大島リノンです。今日この後のお天気と明日にかけてのお天気確認していきましょう。よろしくお願いします。のんちゃんは、うん、危険を犯してでも食べたいものはありますか？あー、フグとかそうそうそう、そういう、うん、それこそ生魚を私食べられないんですけど、うんうん、お腹壊したくないっていうのもあるんですよ、うんうんうん、その加熱してないのが怖いんです、うん、とっても。ローストビーフとかはもうあんまりいただかない。そうなんだ。だから逆に本当危険を犯すほど何かに食べたいっていう執着がないかもしれない、うん、なるほど、ね、なんかありますか、危険だけど、なんかお肉今日から食べちゃいけませんって言われても、うん、私はこそこそ食べそうこそこそ、 こそこそ食べそうあ、例えば食事制限とかねあったりして食べちゃいけませんよって言われても、うん、言われても食べるだろうし、うん、なんか法律で肉禁止とかになっても食べちゃうかもしれない。一度知ってしまってますからね、美味しさを。そうするとね、食べたいですよね。食べたいってなっちゃう、本当に、うん、そう、フグのリポート見てて、だってすごくない、うん、毒あるのにさ、みんな食べよう食べようって言ってさ、ね、あとなんだっけ、ユッケとかも私食べる人すごいなって思う。ユッケ大好き、本当ですか？なぜあのままで食べられると思ったの、うん、あと肉寿司とかも流行ったじゃないですか。あ、ウニ乗ってたりとか、ね、そうなんか恐ろしいってなっちゃう、うん、うわー、そうね、うん、ユッケはなんか生だからこその、うん、あの食感、あ、うん、今なんかいろいろね厳しくなって、お肉のユッケのあれが、そうですよね、そう、あ、うなぎも結構ね言いましたよね、あんまり食べなかったって。うなぎも大好き危険なの大好きでもなんか危険だけど、うん、こうちゃんと処理して食べられるからこそ希少部位だし、うん、なんかこうね日常食べられる食事ではないじゃないですか。ユッケとかね、そうそうそう、家庭で出てくるわけじゃないから、ね、今日はユッケの絶対ないからね。そういう意味で、ね、食べたくなっちゃう気持ちも、うん、そうだからこそなのかもしれない、うん、これがフグ、これがなんかフグ出汁のラーメンなんだって。あ、出汁がフグなんですね。珍しいよね、うん、お寿司もついてる。そう、握りがついてきたそうです、ランチリポートも最終的に見ていきましたし、うん、あとじゃん、
横浜から届きました。はい、今日は、うん、よく晴れてますね。ねえ、こういう晴れてる日こそお出かけ日和な感じがね、うん、全国的にやっぱ晴れましたし、うん、ねえするんですけれども、週明け月曜日となっております。もう1週間スタートしてる方も多いと思いますし、はい、明日以降もねお仕事の方多いと思うんですけれども、通勤通学のタイミングだったり退勤のタイミングなので、明日はですね雨がざっと強く降るエリアというのがありそうです、うん、まあ、今日はね比較的穏やかですの で、明日明後日にかけての天気下り坂というのをね中心に皆さんにも予報をお伝えできればなと思います。はい、この後午後2時からはウェザーニュースライブアフタヌーンです。ではこの後よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。いや今日はユッケよって結構パワーワードですね聞かないなって自分で言いながら思いましたいやでも今日は穏やかだったので外でねランチを取ってる方もいらっしゃいましたし、ただ今のんちゃんが解説してくれたように明日は西から天気下り坂、低気圧前線が接近して雨風ともに強まる恐れがあります。いないの埼玉にも、にも違いますね、埼玉にはフグいないんですよ、海がないんです、言わせないでくださいそんな埼玉もこの後も晴天です。ただ明日以降は雨具の出番もありますので、この後のアフタヌーンでご確認ください。では皆さん、この後も素敵な月曜日の午後を。この後17時からはイブニングのお時間となります。担当するキャスターさんお呼びしていきましょう。今日は岡本結子キャスターです。こんばんは。この後17時からウェザーニュースライブイブニングを担当します岡本結子です。今日から明日にかけて、そして週間の天気まで一緒に見ていきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。さあ今日は19時から、はい、au ペイマーケットの晴れのちショッピング、はい、ライブ TV さんあります晴れのちショッピングですけれども、はい、中継をね、そうだよね、中継をイブニングの時間内で行うということで、はい、合わせてご覧いただきたいなと思うんですが、はい、募集テーマテンションが上がることということで、はい、ゆうこちゃんのテンションの上がることは何だろう。いっぱいあるな、うん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 、なんだろう、うん、でもやっぱり友達と会ってる時とかですかね。ぽい、とってもぽいなんかすごくいつもゆいこちゃんの周りには、はい、なんかきっと楽しい愉快な仲間たちがいるんだろうなっていう感じが雰囲気的にする、はい、全然知らないけどね。本当ですか、うん、なんか結構、うん、それこそ一人でいる時とかは静かにしてるタイプですし、うん、すごい思う、静かだよね静かです、静かですよね、うん、結構静かなんですけど、うんうん、友達と会うと一気にこうテンションがこうなります、うん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 、人が好きなんだろうなっていうことをすごく感じる、うん、そうだと思います、うんうん、ね、いいことだね、いいことだよ。リノンさんあります？テンション上がること、なんだろう、好きなもの、私は逆にあんまりお友達とっていうよりかは一人で好きなものをしてる時間っていうのが、はい、テンション上がります。そうそうそう、あんまり見えないかもしれないけど上がってるように、はい、一人でひそひそすごい上がってるんですよ自分の中ではひそひそ楽しんでふっていうのがテンションの上がるポイントですかね、結構逆ですね。そうそうそう、真逆な感じです、ね、そうタイプ全然違うなって思いながらも、うん、はい、でも見てる分にすごく楽しい、私もこうやって楽しくお話ししてくれるからさすごい楽しいのよ、ね、テンション上がってるんだね、人と会ったりね、お友達と会ってね、いや良かったですということで19時からっていうことなんですけれども、はい、イブニングは17時からということで、はい、この後夕方から夜にかけてのお天気になると思うんですけれども、はい、いただいておりますリポートでですね、アフタヌーン日中から夕方に差し掛かる頃をね3時間お送りしていきましたが、日中は晴れていたんですけれども長崎県、はい、夕方になって雲も多くなりましたし、うん、かなりね厚みも増してきているということでした、はい、この後夜にかけてだんだんとねちょっとお天気心配なところも増えていきそうですね。はい、そうですね、今夜のうちは穏やかな天気のところが多いんですが、ただ明日にかけてだんだんと天気下り坂となる予想です。明日はですね各地、一時的に雨が強まることもありますので、この後今日だけでなく明日のお天気もしっかりとお伝えしていきます。はい、この後のイブニングよろしくお願いします。お願いします。
さあここまでウェザーニュースライブアフタヌーン3時間お送りしていきました。皆さんお付き合いいただきありがとうございました。この後もですね、明日のお天気ちょっと雨心配になりますので、最新の気象情報を確認しつつ素敵な夜をお過ごしください。それでは皆さんごきげんよう。では今日のムーンを担当されるキャスターさんお呼びしていきましょう。今日の担当は小牧優衣キャスターです。よろしくお願いいたします。こんばんは。この後20時からウェザーニュースライブムーンを担当します小牧優衣です。今夜から明日のお天気を見ていきたいと思います。明日は全国的にお天気下り坂となりますので、雨の情報をしっかりと見ていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、au ペイマーケットとの中継をしていたんですけど、今日のテーマがテンションが上がることだったんですけど、ゆいさんは何かテンションが上がることありますか？そうですね、難しいですよねこれ。そう、昨日から私も番組内で皆さんどうですかってお話ししてるんですけれど、なんか世界遺産とか見た時テンション上がります。見たことあります？いっぱい。学生時代にスペインに行った時にサグラダ・ファミリアを間近で見て、うわーガウディって感じてました。なんか、あれですよね、教科書とか、そう、世界史とかでね、資料集でそれこそ見てたものが目の前にバーンって、うわーっていうのがあったかな。そういうのが旅行の楽しみの一つでもありますね。確かになんかこうテレビで見てたものとか、こう本とかの中で見てたものが目の前に来る、現実にあるってなるとニヤニヤしちゃいますね。しちゃいますよね。でもそれで言うと、なんかこれ持ち上げてるとかそういうんじゃないんですけど、私初めてゆいさんここでお会いした時に、あ、本物だって言いました。本物だって本物の小牧ゆいさんだっていたみたいな。そうやってメガネをかけながら、見てました。メガネかけてたっけ？メガネかけてました。その時まだコンタクトしてなくて、でも本物のゆいさんをちゃんと見たいじゃないですか。で、私そこら辺から見てたんですけど、スタッフさんと一緒に見てたんです。で、変なことしてなかった？してなかったですよ。よかった。でも本当にちゃんと見たいって思って、バッグからメガネ出してこうやって見てたら、スタッフさんに笑われてゆいさんだって思って嬉しい。見てたんですけど、でも、いいことだ。ごめんね、遮っちゃった。ごめんね。でもなんかその本物だってなる感覚、私の場合人でしたけど、ありますよね。ある。私もキャスターになりたての頃は、アイリンさんだ。ありますよ。あやちさんいたんだみたいな。いたんだってなりますよね。なりましたね。なんかその画面上で。見てた人と直接お会いする機会あんまりないじゃないですか。ないね。数えるほどしかきっとないと思うので。ですよね。なんかその人たちの後輩になるっていうのがすごい私はなんか新鮮で、なんかドキドキしたの覚えてます。なんかそういう風に言ってもらえるようななんか対象にまだね慣れてるつもりはないんですけれども嬉しいですね。あとあれですよね、あ、お知らせいきますか。 お酒を飲む時もなんかテンション上がりますよね。上がっちゃいますよね。なんかゆいこちゃんと覚えてる、なんか一緒にお酒を飲んだ日があったんですけれど、もう結構テンション上がりすぎてすごかったですよね。すごかったよね。なんか最後の方、ゆいこ、いやいや乾杯ゆいこもう一軒行くよ。ゆいこもう一軒行くよ。ゆいこハッピーイエイ。ゆいこすごくやっちゃった。ゆいこって、あれ本当に楽しすぎて、もういろんな人に自慢してます。私も言ってました。楽しかったですよね。いや、いろんなテンション上がる時ありますけど、確かにあの時本当に楽しかったので、ゆいこちゃんとの思い出、お酒でこうテンション上がるっていうのもね、またね、12月忘年会シーズンですから、皆さんも盛り上がってくるのではないでしょうか。そしてお知らせ、そうなんです、
はい、運の中で、はい、これからね冬になってくるとよく西高東低の冬型の気圧配置っていう言葉をこう聞くようになってくると思うんですけれども、はい、今日はですね、今更聞けない冬型の気圧配置どういうことなのかというのを皆さんと紐解いていきたいと思います。22時15分から予定しておりますので、はい、ぜひこちらお参加ください。はい、じゃあこの後のお天気の引き継ぎしてなかったです、はい、ごめんなさい。大丈夫です、はい、今日よく晴れてたからね。そうなんですよね、うん、イブニングの時間帯も晴れているところ多くなっていましたし、うん、まあ、若干こう雲の広がっていることがあっても今夜のうちは比較的穏やかな天気続きそうですね。そうですね、ただ、うん、この後明日にかけてはだんだんと天気下り坂となりそうですね。はい、明日はですね西から前線低気圧が近づいてくるということで西日本では荒れた天気となりそうです。東日本北日本もお天気下り坂となりますので雨の情報をお届けしていきます。ではこの後のムーンよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ここまで約3時間ウェザーニュースライブイブニングお付き合いいただきありがとうございました。今夜のうちはですね全国的に穏やかな天気続きそうですが明日になると西からだんだんと天気が崩れていく予想です。ぜひこの後のムーンで今後の天気や気温についてご確認ください。それでは皆さんこの後も素敵な夜をお過ごしください。ここで失礼いたします。あれ